皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はいよいよ最終回です。幻のうがき内閣、とその後のうがき、最後になぜうがき内閣は実現しなかったのか、という感じでやっていこうと思います。それじゃあさっさと行くとするか。それでは、ゆっくりしていってね。では早速始めるのぜ。前回は陸軍のうがき反対の話までだったな。今回は大明降下後のうがきの動きから見ていくのぜ。昭和12年1月25日、未明に大明を受けたうがきは早速行動を開始した。これより先、大明降下を予想したうがきの側近、今井田清則、大倉金持たちは事前に陸海軍大臣以外の閣僚候補に渡りをつけていたのだが、組閣の焦点は何と言っても陸軍大臣だ。これが決まらないことには始まらない。25日午後、うがきはまずは正攻法で、陸将官邸に寺内陸将を訪問した。陸軍内部には反対の声があるやに聞きますが、大名を排除した以上、これを廃止することは不可能なことです。ぜひ参長官会議によって陸軍大臣を推薦されたい。陸軍はあえて閣下の組閣を阻止するものではありませんが、陸軍の閣下に対する考えは、政策等に関する反対ではなく、目下陸軍の見地より、閣下個人に反対する意見が強いのであります。どうかさらに考慮されたく存じます。会が改まったので、改めて説明しておくが、前年の5月、広田内閣の下で、軍部大臣現役武官制が復活した。これは、陸海軍大臣は、現役の、大、中将に限る、というものだが、加えてもう一つ、陸軍には陸将選任に関する内規があった。それは、陸将選任時には、陸軍大臣、参謀総長、教育総監の3長官が協議の上で候補者を推薦する、というものだ。この協議の場がいわゆる、3長官会議、と言われるものだ。実はこの3長官会議、あくまで陸軍の内規であって、法制上の拘束力はない。前年に軍部大臣現役武官制が復活した時にも、広田首相が議会で大命を受けた者が任意に軍部大臣を決める、と答弁している。だが実際には三長官会議の決定した陸将候補が就任することが慣例になっており、この辺からも当時の陸軍の強さが伺えるのぜ。この時の二人のやりとりも、それを前提にされているのは見ての通りだな。うがきが三長官会議の推薦を強く要望しているのに対し、寺内は曖昧な言い回しで察してくれ、といった感じだろうか。なんか寺内陸将は石原大佐から突き上げられて言いなりになって、うがきに強く迫られても曖昧で本当に頼んないわねー。この頃の陸軍の風潮としてよく言われるのが、下克上、という言葉だな。つまり軍というものの性格から言って、本来鉄壁の盾社会でなければならないはずの陸軍が、全く統制が取れていなかったということなのぜ。前に、岡田圭介、の動画で出てきた、226事件、時の陸将川島義行大将といい、この時の寺内陸将といい、全く頼りなく見えるのはそういう、下克上、の風潮のなせる技と言えないこともない。いや、川島と寺内はやっぱり頼りないよ。はは、霊夢厳しいな。まあ同感だな。でも寺内は昔、現役に残してくれた恩人を裏切る形になったのは、やはり心苦しかっただろうな。こうしてうがきと寺内陸将の会談は要領を得ぬまま終わった。会談後、うがきは海軍省を訪れ海軍大臣長野修大将と会談。こちらは、陸軍が決定すればすぐ海将候補を出します、とあっさりしたもんだ。うがきは改めて陸軍の態度に暗淡たる思いをしたことだろう。さて、組閣2日目の26日午前には、陸軍参長官の一人、教育総監杉山はじめ大将が組閣本部にうがきを訪問した。杉山はうがき陸将の下で、軍務局長、次官を務めた、いわゆるうがき派、と目されていた人物だ。私は今日、後輩の一人として、しかも個人の資格において閣下に申し上げます。そもそも閣下が陸軍大臣の時、大正14年4個師団を厳守されました。当時としてはむしろ当然のことでありましたが、その後陸軍内部は複雑となりまして。かつて閣下の幕僚であった私からこのようなことを申し上げるのは、甚だ心苦しいのでありますが、どうにも部内がまとまりません。どうかこの際は前処していただけませんか。この人も奥歯に物の挟まったような言いようねー。杉山さん、それはおかしいじゃありませんか。部内を沈めるのはあなたや寺内くんの責任じゃないですか。部内が沈まらぬ責任を僕のところに持ってくるのは筋違いじゃないですか。部内が沈まらぬ責任はあんた方にあるのじゃから、あんた方が辞職しなければならぬのじゃないか。僕に辞めろというのはおかしいんじゃないですか。
うがきも興奮したのか、思わず岡山弁が飛び出しているな。だが言い分は明らかにうがきの方が正しい。うがきにこう言われた杉山は、何も言えなかった。こうして寺内も杉山も、うがきに体名を廃止するように働きかけたが、うがきに正論で返されグーの根も出なかった。窮した彼らはついに、天下の宝刀、を抜かざるを得なくなったのぜ。天下の宝刀、って何？ここで出てくるのが、軍部大臣現役武官制、というわけだ。同26日午後陸将官邸で、三長官会議、が開催された。出席者は陸軍大臣寺内被災地大将、官員参謀総長の宮古と人親王、教育総監杉山はじめ大将の3名だ。参謀総長は宮様なのね。ああ。官員の宮のうがきに対する見方は明らかではないが、おそらくは反対ではなかったのではないかと思われる。というのはこの時の会議で寺内と杉山は、官員の宮を蚊帳の外に置くようなことをしでかしているからだ。会議は午前中のうがき、杉山会談の報告から始まり、陸将候補として、1杉山はじめ大将、2中村幸太郎中将、3勝木清中将の順で推薦することを決定した。とまあここまでなら何も問題はないが、その後寺内陸将が3人の候補と交渉した形跡はない。にもかかわらず寺内は官員の宮に候補3人に交渉しましたが、いずれも断られました。と虚偽の報告をしているのぜ。なんと、宮様を欺き立てまつるとは、逆進のそしりを免れぬぞ。どうした霊夢、何か憑依したかわらわら。は。興奮してつい、まあ霊夢の言うこともわかる。実際対名排除者に対して、その組閣行為を阻止することは異局である、という意見もある。まあ今はそれは置いといて先に進むとしよう。同26日夕、寺内陸将は三長官会議の結論をもって組閣本部を訪問した。三長官慎重考慮の結果、陸将として第一候補杉山大将、第二候補中村中将、第三候補和樹中将にそれぞれ交渉しましたが、いずれも陸将としてその職責を果たし得る者がおりません。その他には推挙するに適当なる人物がおりません。他に交渉するも皆同様でありましょう。誠に遺憾であります。つまり現役将官で陸将に就任する者がいない。軍部大臣現役武官制がある以上これで内閣は成立しない。誠に遺憾であります。というわけだ。何が誠に遺憾であります、よ。この頃になると、東照垣への対名効果を好意的に報じていた新聞論調も、うがきの組閣は困難へと変わっていた。いつの時代も新聞はいい加減、だがうがきは諦めていなかった。うがきは海を越えて、朝鮮軍司令官小磯国明中将に電話を入れた。陸将をやってくれぬか。陸軍の空気は相当に悪いから、君は僕と一緒に討ち死にする覚悟でやってくれないか。小磯はうがきの陸将時代軍務局長を務め、3月事件にも関わっていたのは動画にで見た通りだ。三長官の同意は得られましたか？三長官が同意なら出ます。三長官の同意が得られぬから、僕は直接君に頼んでいるのだ。三長官の同意云々ということでは話にならぬ。今私が承知しても朝鮮海峡を渡る頃、三宅坂から予備役編入の電報一本でダメになります。うがきは憤然として電話を切った。三宅坂ってのは陸軍省のことな。寺内、杉山、小磯といった面々は動画2の陸軍系統図もどき、でいわゆるうがき派、とされている。本動画は、うがき派、というものはないという立場で作っているわけだが、この辺の彼らの行動を見れば、それも納得がいくだろう。そりゃそうね。派閥の親分が組閣してるのにそれをぶっ潰すなんて普通ないもんね。さて小磯にも断られ、いよいよ万事休したかに見えたうがきだが、陸軍に天下の宝刀、軍部大臣現役武官制があったように、うがきにも最後の切り札、があったのぜ。なんか、秘儀、の応酬みたいになってきたね。遊戯王、じゃあるまいし。なんだそりゃ。遊戯王ってこんな感じなのか？さあ、よく知らないけど、軍部大臣現役武官制、カードを使えば相手が組閣できなくなる、みたいな感じじゃないの？なるほどそうなのか。じゃあこれからうがきが使おうとしているカードは、差し詰めオールマイティといったところかな。おお、そりゃ楽しみね。1月27日朝、うがきは内大臣湯浅倉兵の元を訪れた。軍の少数の者が騒いで、せっかく降下した大名を阻止するなどは、大変簡単でしょう。異直でありましょう。こんなことがあっては、国の前途は由々しいことになりますよ。こんな悪い例を残すことは、断じてあってはなりません。
どうか寺内に公認陸将を直ちに出せとの勅命か、または陛下から宇垣へ特使をもって現役に列せしむとのご沙汰を賜りたい。府省総理と陸将を兼任して組閣完了いたします。これが宇垣の切ったカードだ。すなわち勅命というオールマイティによって事態を打開しようということだ。なるほど。陛下なら確かにオールマイティね。だがここで思わぬ事態が起こる。内大臣岩桜平が陛下への取り次ぎを拒否したのだ。そう無理をなさらなくとも良いではないですか。そういう無理をなさると、また血を見るような不祥事が起こるかもしれません。湯浅は226事件の時は宮内大臣として事件の渦中にいた。その時の記憶が、湯浅に危ない橋を渡るのを躊躇させたのかもしれない。不祥事が起きるかもしれぬということは私も覚悟しています。天下国家の重きに任じて出路する以上、ピストルが飛ぶとか、爆弾が飛ぶなどは覚悟の前です。私が懸念するのは、226事件のような、軍隊が再び動くかどうかということです。憲兵司令官はそんなことはないと言っています。ピストルや爆弾は問題ではありません。いや、そんなご無理はなさらぬことです。閣下にはまた再起を願わねばならぬこともありますから。私はいつも重要なことをするときは、これで最後だと思ってやります。今後にこういうことがあろうとは考えない。この一挙に新名誉としてご奉公するつもりでやってきました。この先などとは考えていない。閣下、今はあたかも激流を遡るようなありさまです。その激流を遡る船に陛下を乗せすることは、これはよほど考えねばなりません。ここで陛下が直流を出せば、その席に任ずるのは内大臣の湯浅ということになる。そうなると湯浅自身が軍の標的となりかねない。そう考えると湯浅が取り次ぎを拒否した気持ちもわからんではないのぜ。湯浅の抵抗にあって、宇垣の切り札は不発に終わってしまったのぜ。結局宇垣は陛下に敗越することなく宮中を退下した。湯浅って人も保身に走って、小物感を醸し出してるわね。実はこの政変の最大の謎というか、わからないところがこの部分だとウプ主が言っていたのぜ。ふんふん、その心は？まず問題は、内大臣岩桜平に、宇垣の敗越を拒否する権限があったのか、ということだ。これに関しては明確な答えがない。としか言いようがない。内大臣の職掌は一言で言えば、常時保湿、ということだ。常時保湿、何ですかそれ。字のごとく常に自して助ける。つまり常に天皇のおそばにいて助言等を行うということだな。常におそばにいるんじゃ内大臣も結構大変ね。それに陛下も息が詰まりそうわらわら。まあ実際には歴代の内大臣は、大物のじいさんばかりで、普段は自宅で、必要に応じて参拝するという形だったのぜ。ところが歴代の大物内大臣に比べ若かった湯浅は、律儀に毎日朝9時には内大臣室に詰めて、常時保湿、だったらしい。わらわら。それはさておき、内大臣の職掌について明確な規定はない。常時保湿、という抽象的な文言の解釈によっていかようにも取れるという代物だったのぜ。故に宇垣の陛下への拝謁を、湯浅が拒否したことも疑義が残るのだが、宇垣の日記を見ると、宇垣自身は陛下への創生、拝謁は内大臣の取り次ぎを経ないとできないと、思っていたようだ。後に宇垣は憲法学者に聞いてみると、首相候補者は直接陛下にお目にかかってお願いしても差し支えなかったということだが、その当時はそれができないことと思っていた、と記している。余談だが、昭和4年田中義一内閣が満州防獣大事件で総辞職した時は、昭和天皇の叱責に、弁明のための拝謁を求めた田中に、天皇の不況を伝え、陛下はお取り上げにならないでしょう、と拒否したのは侍従長の鈴木貫太郎だったりする。つまりこの2例を見ると、内大臣と侍従長、さらに言えば宮内大臣も含めた宮中要職の職掌は、重なっていたり曖昧なところがあったりで、絶対的なものがないのぜ。ということは、やりようによっては陛下の優勝で、宇垣内閣が成立する可能性があったってこと？その可能性はあったと思う。実際に天皇の優勝で軍部大臣が就任した例がある。この動画のみで見た、第一次大隈内閣や第三次桂内閣がその例だ。つまりはここが組閣の成否の分かれ目だったのかもしれないのぜ。なるほどね。まあ仮にこうなっても、実際に陛下が優勝をお出しになられるかはわからんが。1月29日、三代下宇垣は大明廃寺の上奏文を陛下に奉呈。ついに宇垣内閣は流産に終わった。残念ね。翌日宇垣はさらに陸軍大将の辞表を上奏した。この件で宇垣は談話を出している。私は予備であっても交尾であっても、一朝有事の際は、三軍の指揮に当たらねばならない地位にあるのであるが、
ご覧の通りの状況ではそれは不可能でありますから、大将の官を辞することは当然であると考えます。なんというか、陸軍大将でありながら、陸軍に裏切られたウガキの無念を感じずにはいられないな。ほんと、かわいそう。だが、そんなに陸軍とウガキの間に溝はあったのか。前回動画で見た満州事変に関するウガキの見解や、大明降下前の政党に対する考えなど、むしろ陸軍に近いと見てもおかしくない。陸軍を反ウガキでまとめた石原幹事は、おそらくウガキのそういう姿勢を理解していなかったと思われるのぜ。後になって石原は何のためにウガキの組閣に反対して、林内閣の出現に努力したかわからない、と言っている。一説では直接ウガキに告白したとも。何よそれ。無責任ねえ。まあ石原にしてみれば、ウガキを退け自分たちの思うままに操れる林内閣を作ったのに、わずか4ヶ月で崩壊しては、懺悔の一つも出ようというものだな。まあ結局はウガキが言った陸軍がなぜ騒いだかというと、あいつが出たら、我々がわがままができぬ、ということに尽きるだろう、というのが真実だろうな。ウガキの大名廃止が発表されると、国民の批判は陸軍に集中し、ウガキの元には全国から約5000通の激励、慰労の手紙が届いたということだ。国民はちゃんと見ていたのね。さて、これでウガキの大名廃止に関する話は大体終わりだが、その後のウガキについても簡単に触れておくのぜ。言い忘れたが、陸軍大将の辞表は昭和天皇が却下されている。じゃあ大将のままなのね。先ほど少し触れたが、ウガキが組閣に失敗した後、大名は陸軍大将林千十郎に下り、林内閣が発足したが、政友会、民政党を敵に回し、何も千十郎内閣、などと揶揄されわずか4ヶ月で崩壊した。たく、ウガキ内閣を流産させてできた内閣がこれってどういうことよ。林内閣の後継はこの江文麿内閣だ。ついにこの江の登場ね。国民の熱狂的な支持を受けて発足した近衛内閣だが、発足早々、支那事変が勃発する。北京郊外の工業での日清両軍の小競り合いは、やがて上海、南京へと戦火を拡大。昭和12年12月、国民政府の首都南京が陥落。前後して行われていた、中華ドイツ大使トラウトマンの仲介による和平交渉は、南京陥落で図に乗った近衛の条件釣り上げで破綻した。年が明けて昭和13年1月16日、近衛内閣は悪名高い国民政府を相手とせず、声明を発出。自らは兵の目を摘み、支那事変は泥沼化していったのぜ。昭和13年5月、近衛は局面の行き詰まりを打開すべく内閣改造を断行した。この改造でウガキは外務大臣兼宅務大臣として入閣した。外相って、これはまた畑違いね。近衛は自分の出した国民政府を相手とせず、声明を公開していた。この声明のせいで和平交渉をする相手がいなくなり、ここを収めようにも収められなくなったからだ。で、この絵は声明を取り消し、政策を転換するため外相を更迭することにした。政策を転換するとき、責任者を更迭してアピールする方法はよくあるやり方だ。そして新外相は、日誌は平交渉を託せる大物を、ということでウガキに白羽の矢が立ったのぜ。戦争を終わらせる仕事ね。これはなかなか大変ね。大変なのはウガキも百も承知だ。そこでウガキは上記の4項目を入閣の条件として出した。この4条件の内容は、要するに和平交渉は俺に任せてごちゃごちゃ言うな、ということだな。近衛はこの4条件を受け入れた。特に4については、実はあれは余計なことを言ったのですから、うまく取り消すようによろしく、とウガキに明言した。こうしてウガキは外相に就任。日誌は平交渉に乗り出したのぜ。頑張って。ウガキが外相に就任すると、早速国民政府も接触してきた。国民政府側も、ウガキ外相就任のシグナルを正しく受け取っていたのぜ。交渉は進み、最終的にウガキと、国民政府行政院長交渉機が長崎で会談する。というところまでまとまったが、ここで横槍が入る。なになに？陸軍だ。またかよ。陸軍はウガキの和平交渉とは別に、国民政府ナンバー2の王朝名を担ぎ出して、新政権を樹立しようとしていたのぜ。もちろんウガキがそれを知らなかったわけではない。だからこそ、入閣の最徳に外交を一元化すること、とこの絵に釘を刺しておいたのぜ。ウガキはちゃんとお見通しだったのね。だが問題はこの一章にあったのぜ。この絵は陸軍が事変処理のための中央機関、公安院を設置して、大使外交の権限を外務省から公安院に移そうとしたとき、それを承認したばかりか、国民政府を相手とせずとの帝国政府の方針は、終始一貫不変である、と声明を出したのぜ。
それじゃあ、うがきの入閣の時の条件、保護にしてるじゃない？そうだ。この絵は陸軍に強引に迫られると、あっさり腰が砕けて、うがきとの約束を保護にしてしまったのぜ。この声明が出ると、うがきは外相を辞任した。在任わずか2ヶ月だった。うがきのは平交渉は、日本と蒋介石の国民政府との間で行われた最後の交渉で、以後大東亜戦争終結まで、水面下ではともかく、表面上は日韓での交渉は行われることはなかった。この絵って、いかにも公家出身って感じね。意志が弱くて、無責任、みたいな。この内閣の書記官長を務めた風見明の式に、うがき辞任時の様子が描かれている。それによると、うがきは首相官邸にこの絵を尋ね、出し抜けに辞表を手渡すと、さっさと帰ってしまったということだ。この絵はその時のことを風見に、いやはや私も、すっかり面食らってしまったよ、なんて人ごとのように言ったらしい。いや、お前のせいやろ。ほんとそれな。これを最後にうずきが官職に就くことはなかった。じゃあ、うがきの話はここまで？いや、もう少し。この後も水面下ではうがき擁立の話は出てくる。昭和14年8月。独ソ不可侵条約の成立は世界を共闘で占めた。日本でも日独伊三国同盟の成立を目指していた平沼内閣が、欧州情勢は複雑回帰の名文句を残して総辞職。この時水面下ではうがき擁立の動きがあった。中心で動いたのは吉田茂だ。吉田茂って、あの吉田茂？そう。どういうわけか吉田はうがきを買っており、これ以降たびたびうがき擁立に奔走することになる。この辺、あるいは吉田の学府である牧野信明元内大臣の意向が働いているのかもしれない。平沼内閣末期、吉田はうがきと会見。後継首相への出馬を懇請するとともに、町田忠春民政党総裁、岡田圭介元首相、池田茂明前蔵省らに働きかけ、うがき擁立に動いた。この動きにうがきがどの程度関わっていたかはわからないが、最終的には大名は陸軍大将安倍信行に降下。吉田の運動は不成功に終わった。だが吉田の動きはこれで終わらない。その後も政変のたびたび、うがき擁立を各方面に運動した。吉田以外にも若槻礼次郎元首相も、うがきを推していた一人だ。昭和16年10月、日米交渉が行き詰まり、第三次近衛内閣が総辞職。後継内閣批判を推薦する重臣会議で、若槻はうがきを推薦。だが最終的に推薦されたのは、陸軍大臣東条英機中将だった。この辺の事情を重臣会議を主催した内大臣木戸幸一は次のように記している。この間うがき大将を起用して軍部を抑圧し、この対米衛戦の危機を切り抜けんとの論は相当根強く主張せられ、世に対しても各方面より注意的の要望ありたるが、対米交渉の経緯を知った人でなければ、この際は適当ならずと判断して、断然東条陸軍大臣の創生を決意した。この文面からも、うがきは陸軍を抑えられる人物として期待されていたことがわかるな。若槻は東条内閣総辞職後の重臣会議でもうがきを推薦している。このように大東亜戦争終結間際まで、うがきを擁立しようとする動きはあったが、ついにうがき内閣が実現することはなかった。残念ね。昭和20年8月大東亜戦争終結。うがきはすでに77歳の高齢に達していた。さすがにおじいちゃんになっちゃったわね。日本も戦争が終わって新生日本になったから、うがきもこれで隠居したのかな？うがきという人間は、気力、体力ともに人並み外れたものを持っている。高齢になっても、それはいささかも衰えず、また戦後もうがきを担ごうとする動きはあったのぜ。戦時中解散していた政党が復活し、旧民政党系を中心に日本進歩党が結成された。この進歩党の総裁にうがきを担ごうという動きがあり、うがき自身も意欲を燃やしていた。当時進歩党は衆議院に274名を要する第一党であり、うがきが総裁になれば、うがき内閣成立の可能性は十分にあっただろう。だが昭和21年1月、GHQ の公職追放令によって、進歩党は274名中260名が追放されるという致命傷を負い、うがき自身も公職追放となった。さすがにこれは引退もやむなしね。いや、公職追放ぐらいではうがきはくじけなかった。追放が解除されると、昭和28年の参議院選挙に全国区で立候補したのぜ。うがきはすでに85歳になっていた。うがきは、英霊の奉仕と、戦争犠牲者の援護を、自分を含め生き残った者の義務であると思い、また新生日本交流の基礎であると信じていた。そのために余生を捧げようとの出馬であった。
この時、読売新聞社主の正力松太郎は、宇垣の選挙事務所に、宇垣は年をとっても未だ元気だと、それだけ宣伝したら十分だ、とアドバイスしたとのことだ。結果、宇垣は全国区最高得票数を得て当選した。第1位で当選とはすごいわね。だがこの選挙期間中、宇垣が練炭中毒で倒れるというアクシデントがあった。これ以来さすがの宇垣も体力の衰えが目立つようになった。それでも宇垣は最後の気力を振り絞り、全国戦争犠牲者援護会の設立に尽力するなどしたが、昭和31年4月30日参議院議員在職のまま87歳で死去した。以上が、正解の惑星、宇垣一成の生涯だぜ。ご苦労様。こうしてみると、本当にたびたび首相になるチャンスがあったのに、残念だったわね。そうだな。だが慣れないには慣れないなりの、理由があったのでは、とも思うのぜ。と言いますと、本編では書かなかったが、宇垣が組閣に行き詰まって、天皇の優勝を得ようとしたとき、それを阻止したのは内大臣の湯浅倉平だが、その湯浅をそそのかした男がいるみたいなのぜ。ええ。それは一体誰なの？木戸孝一だ。うん？当時木戸は総秩寮という宮内省の部局の総裁職だったが、湯浅の拒否には、木戸の意見が入っていることはどうやら間違いないみたいなのぜ。総秩寮総裁ってそんなに偉いの？役職としては大したことないが、木戸はこの絵と大変親しく、宮廷官僚中の実力者だったのぜ。宇垣に大名降下した頃の宮中は、西園寺金持ち、牧野信厚といった大物から、湯浅、木戸といったまあ言い方は悪いが、小物クラスに世代交代した時期に重なっていた。彼らは宮廷官僚らしく、時局重大の折でもなるべく国内の総国を避けようとしていた。結果陸軍との衝突が必死の宇垣内閣を拒否する動きに出た。湯浅が死去し、木戸が内大臣になると、宮中の反宇垣の空気はますます顕著になった。有名な、木戸日記、での宇垣の書かれ方は大体は批判的だということだ。そういう空気は昭和天皇の宇垣表にも現れている。昭和天皇独白録、では宇垣の性格に言及し、自分に対する態度と他者に対する態度が違うとして、このような人は総理大臣にしてはならぬと思う、とまで言われている。そこまで言う。ちょっと宇垣がかわいそう。これなんかは明らかに誰かが昭和天皇に吹き込んだ話だろう。宇垣が他者に接する場面を陛下が直に見られることはありえないのだからな。で、吹き込んだ人間が誰か、といえば、やはり内大臣として、常時保湿、の職にあった湯浅か木戸ということになる。木戸は内大臣に就任すると、後継首相推薦の重臣会議の主導的役割を担うようになった。これでは宇垣に首相の座が回ってこないのも無理はない。なるほど。そういうことか。まあ言い方が適当ではないかもしれんが、宇垣の前には、菊のカーテン、があったということかもしれないな。それでももしあの時、宇垣内閣ができていたら一体どうなっていたのかな。それについては、最後に、大海軍記者、伊藤正則の、軍閥攻防史、の中から引用して終わりとするのぜ。政党は、政友会、民政党は宇垣を党首に担ごうとした事実があるところから、準拠国一致的な内閣ができたと考えていい。そして軍の政治進出は必ず抑制されていたであろうし、何よりも日清国交が回復されて、この年7月に勃発した日清事変は回避されていたであろうし、日本の運命は破滅には向かわなかったであろう。なるほどね。最後にお願いです。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくです。していただけるとうぷ主が大変喜びます。チャンネル登録後ベルマークを押すと、新着動画の通知が来るようになります。こちらもよろしくです。よろしくなのぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。